吉田勝彦は、日本の競馬実況アナウンサー。その打競馬場と姫路競馬場で、競馬実況を担当していた。ダートプロダクション代表、元広報官所属。1937年2月14日、軍需工場で働く父と、専業主婦の母との間に次男として誕生。兵庫県出身。もともとは、ラジオ声優を志し、高校卒業後。 関西芸術アカデミー放送研究科に入学。同アカデミー在学中の1955年に、春木競馬場、長井競馬場でアルバイトとして競馬の実況を行い、翌1956年に兵庫県競馬組合の食卓として、場内実況を担当して、以来、半世紀にわたって競馬実況を担当していた。その他、サンテレビの、その 姫路競馬ダイジェスト、ラジオ関西の競馬レポートにも MC として出演していた。現在は地方競馬ナイン及び YouTube で放送、配信されている、そのだけ今、レース展望に MC として出演している。2014年5月27日には、レーストラックアナウンサーとしてのキャリアの長さ、世界最長としてギネス世界記録に認定された。 2019年12月3日、2020年1月9日のその競馬場での実況をもって64年間に渡る競馬実況から引退することを発表した。展望番組には引き続き出演する。自身が実況するその姫路の馬券は一切買わない主義である。職務の立場上、馬券を買うことで市場が入りレースの実況に影響が出ることを避けるためである。 かつて、兵庫県競馬発行の広報誌、ダッシュ市場における同学年の杉本との対談で、もし、兵庫県の騎手がワールドスーパージョッキーズシリーズで総合優勝することがあれば、その時には私に優勝インタビューをさせてもらえないだろうかと語っていた。2005年、ついに、兵庫の岩田厚生が総合優勝を果たしたが、彼による優勝インタビューは実現しなかった。 レース後の表彰式の時など、ファンの前に出てくる機会も多く、サインを求められると、私でいいんですかと言いつつも応じてくれ。園田姫路実況一筋、吉田勝彦 20xx 年 x 月、x 日と書いてくれる。実況人生の中で出会った印象に残る機手として、岩崎良三、石川昇、田中道を、小牧太志、岩田光生、木村健を挙げている。 馬については、ほ誉れ、レースについては、ほ誉れの現役最後のレースとなった1968年の、競合対象点を挙げている。レース道中の流れを的確に捉えた語り、直線に入るにつれ、ボルテージが上がり、最後は裏返った声でゴールを伝える実況は、吉田説、勝彦説として知られる。遠方から実況を聞きに来るファンもいた。 兵庫県競馬組合に就職した当初は、都市区に虎ラオ級者の厩務員としても働いた経験がある。そのことで競争場や、騎手の性格や思考を学んだことが、実況中にレース展開を予測することに役立っていると述べている。42歳の時に右目を失明し赤眼となってしまい、それ以降左目だけで実況する練習を行う中で、馬や、 騎種の動作からレース展開を読む技術を習得した。本人曰く、実況の手法はガルーであり、師匠はいないという。弟子格として、竹の上次男アナウンサーがおり、また2010年秋には、荒尾競馬場で実況していた、三宅君人が、実況陣に加入し、吉田勝彦、竹の上次夫との3人体制での実況であるため、実況するレースは3分の1程度である。 ただし、JRA との指定交流競争での実況は、第3回兵庫ゴールドトロフィーを最後に言っておらず、兵庫の重症競争も、歴史の深い競争を中心としている。なお、2012年9月から始まったナイター競争、その打金用ナイターについても当初は、竹の上、三宅の二人に任せて、吉田はしばらく実況を担当しなかった。現在は、 日中開催時とほぼ同じ頻度で実況を担当している。南関東や金沢競馬場で場内実況を担当した及川明アナウンサーはデビュー当初吉田の下で修行を積んでいたが吉田は及川に対して常に客人をもてなす心で実況しろとだけアドバイスを送ったという。及川の実況も悟る説と形容されるがそのベースは吉田節である。 ありがとうございます。